ね、例えば細川がここにいたとしても、炭谷の成長ものすごく今成長してますからね、はい、県立から言ったら炭谷の方が、ゲームに出る確率はものすごく高いと思うんですよね、よく見ました。去年は細川は制球1年目で日本一になったんですからね。あ、そうですよね。そうですよね。失礼いたしました。もうつい最近のようですかね。そんな感じがしますね。スリーボールワンストライク。この打球はレフトは長谷川の前に落ちた。同点タイムリーヒット、大手津が帰ってきました。女房役住谷のレフトへのタイムリーヒット、1対1の同点。ここは期待に応えました。3回にホークスが1点を先制、4回にこの住谷レフトへのタイムリーヒット、1対1の同点です。まあ、ノーアウト二塁からね、バントで送ってワンアウト三塁、で高山が凡退してね、嫌なムードが出始めたところのタイムリー、非常にいいヒットだったと思いますね。はい、